こんにちは、キキキオンザロードです。始まります。今日はですね、とある日曜日になっております。昨日土曜日は久々に何も一日予定を入れずにゆっくりしました。で、今日はちょっと散歩をしたいなと思って、マツくんとね、外に出てきました。めっちゃ近所です。お散歩動画撮っていきたいと思います。見て、こんなトラクターもありますよ、かわいい。Is this really you can use it? Can you use it? It's work. Okay. I don't know, but I'm sure that it is. I think it is. すごーい。なんか古いね。レトロだね。もうでみんなね、薪で暖炉があるお家がやっぱこの辺は多いから、みんな冬になるとこうやってね、薪をこう、the wood. Right? Just wood stock. をストックして、まだまだ多分今が、先週実は今日はねそんなに寒くなくて、今日はプラス2 maybe 2度ぐらいなんですけど、先週は実はマイナス20度とかだったんですよ、南フィンランドの。なので、はい、かなり雪も降ったんですが、今日は昨日の夜雨だったんで、かなり道路がシャーベット状になってます。また来週からマイナスになるから、今度はね、凍って滑りやすくなるから、それに気をつけなきゃいけないけど、はい、そんな感じです。ちょっといろいろ近所をね、お散歩の風景撮っていきたいと思います。だいぶ違っちゃったね。 It looks a little bit different than last week actually. So. 先週はね、マイナス25度だったのもあって、この 木が雪にまみれて、本当にウィンターワンダーランドって感じだったんですよね。 でも今多分昨日の夜から、昨日の夜と一昨日か、2日間プラスだったから、多分木にねあった雪が全部溶け落ちて、またなんか違う感じです、雰囲気的に。何が名前は、で、ティエです。で、ティエがね、あの、ロード、or path。Is it ティエ、ロード？ Yeah, ロード。あの、はい。何道みたいな感じ。A, R, E, で、道です。はい、こちらに行ってみましょう。あの、今はね、もちろんこんな雪に囲まれてるんで、誰もプレイしてないんですけど、実は、ここシッペカルタのシッポカルタの大見た意味、シッペヨエンスンティラ、ヨエンスンティラ、なんかちょっと大きな古い、あのヒストリーがある建物なんですけど、でここのオーナーさんがフリスビーゴルフっていう、あのフリスビーで遊ぶね、あのコースをその敷地内に所有してて、ここから始まってこっちで終わるっていう、はい、そんな場所になってます。めっちゃフィンランドっていう建物です。ここ赤の建物はね、フィンランド、この辺あの海沿いの町なんですけど、あっちはもう海ね、メリーな、なんですけど、なんだろうな、まあ古い町だし、で実はね、ここのエリアってスウェーデン語を話す人もものすごく多いんです。半々ぐらいです。なのでスーパーとか行ってもフィンランド語とスウェーデン語、本当に半分半分ぐらい。私フィンランド語もまだねままならないのに、スウェーデン語とかで話聞いて、すっごい今滑りそうで危ないんですけれども、めちゃくちゃ危ない。そんなエリアになっております。はい、左。はい。いや。なんかね、うちの近所結構、あの多分趣味とかで馬に乗ってる人もいるんですけど、ここはあの馬をね、ここでくくりつけて待たせておくスペースです。はい。結構うちの近所でも見かけます。お馬さん乗ってる親子とか。はい。
かあのパイ箱ってポコって書いてあるんですけど、パイ箱って言ってフィンランド語はあの保育園ですね、デイケアセンター。でなんかここはインターネットでこの前見たんですけど、ミュージックなんて音楽パイ箱ってなので楽器を結構演奏したりするのに力を入れてるデイケアセンターになってます。子供たち 2歳から7歳まで書いてありました。はいです。何がバロ？バロ is light. So watch out. 気をつけてって意味だね。What 気をつけて？ Because ここクルッカマキって言ってソリの滑れる丘になっているので、子供たちが降りてくるから気をつけてねというサインがあります。かわいい。ご覧の通り船がたくさん、ボートね、普通のボートもあるしセーリングボートもあるし、やっぱ海が近いので夏場はねかなりのセーラーさんたちでこの街は賑わいます、サマーカフェ、夏のサマーカフェはここになってます、はい。であとはここが普段は船が止められるパーキングスポットで、見てください、これやっぱ先週寒かったから海が凍っちゃってるんですよ。であっちの遠くの方に人が立ってるんですけど、おそらくアイスフィッシング、あのワカサギみたいな小さい魚を釣ってるみたいです。ちょっと見に行ってみよう。Se on tuossa on pohja. Tuossa mä sitten teet niin kuin näin. Ahaa, okei. Missä päin Japanissa lisää sitten on, että onkohan merellä kalastaa vai järvellä? Merellä. Joo. Ja isoja kaloja. Iso, joo. Totta kai. Ja minä isä. Viime. Sugoi. 氷の上に立ちました。今ね、ここの氷が多分15センチから20センチぐらいの厚さでちゃんと凍ってるみたいなんで、普通にあのおじちゃんを見ていただきます。歩いてます。ここ普段海です。おじちゃんはまた場所を変えてね、あの釣りをするそうです。私たちもまた挑戦しようね、マスク。We should come. はい。はい、お家に帰ってきました。だいたい1時間ぐらいお散歩に行ってきて、でこの子がうちらの新しい相棒になります。バンですね、バン、なんて言ったらいいんだろう、あのこれモデルデートなんだっけ、スプリンタリー、いや、メルセデスベンツ、メルセデスベンツのスプリンターだっけ、スプリンターっていう形のものです。これあの夏に向けていろいろ計画しているので、こちらの方も楽しみにしててください。今日はあとは最後に、イントロですね、新しいイントロを作りましたので、最後にそちらの方を流して終わりにしたいと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。で次の動画からはそのイントロが一番最初に流れる形になるので、今までね使ってたイントロはちょっとまあお休みになります。冬バージョンのイントロに変えます。ではご紹介します。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。